危なかった。何者だ。 人に名前を尋ねるときはまず自分から名乗るもんだぜ。<笑>いい度胸だな。しかし貴様のような下賤の者に名乗る名前はあいにく持ち合わせていない。奇遇だな。俺もあいにくと自分が卑しいってことを知らないような脳なしに 名前はないぜ。貴様、それはエクソギア。まさか貴様がロイドか。だったら、なるほど、面影はある。 リーダー、巫女たちが侵入してきた模様ですぞ。お前はイセリアを襲ったデザイア。お前がロイドだったのか。これは傑作だ。ボタ、私は一旦退く。奴にも私のことを知られては計画が水の泡だ。巫女の処理はいかがしますか。お前に任せる。 了解しましたぞ。ロイド、次こそは必ず貴様を我が物とする。覚悟しておくのだな。ロイド、生きてる？大丈夫？怪我はない？無事のようだな。みんな、 来てくれたのか。 ちょうどいい。ここで巫女もろとも始末してくれようぞ。来るぞ。奴らとの違いを見せてやろう。分かったよ。 無理をするな。 無理をするな。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 無
決まれ！ファイアボール！防げるとは思うな！サイハー！エクソロジン！決まれ！ファイアボール！させるか！ターン！ファイアボール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 ！ファイ
やはり貴様に対して私一人では荷が勝ちすぎたか。これは確か先生。あ、ロイド、ジーニアスからいろいろ聞いてるわ。この子が迷惑をかけたわね。ごめんなさい。俺の方こそジーニアスまで巻き込んじゃってごめん。積もる話は後だ。ここにいつまでもとどまるのはよくない。その通りだわ。今脱出口を開いてきたの。行きましょう。ロイド、なんだよ。先ほどの戦いだが、足手まといだったって言いたいのか。悪くない。少し腕を上げたようだな。え？もっと自分と戦う相手のことを知るのだ。自分の技を理解すればより効果的に敵にダメージを与えることもできる。毒を持つ敵と戦うこともあれば、魔術によって能力を抑制されたりもするだろう。その恐ろしさや対処法を知っているのと知らないのでは全く違う。剣を振るだけではない。知ることもまた強くなることにつながるということを忘れるな。クラトス、長くなってしまったな。行くぞ。グズグズするな。Thank you.
が起きてたんだ。ええ、モンスターについて調べたことをまとめているの。あなたこそ夜更かしはいけなくてよ。先生の要の門を直してたんだよ。ええ、わかっているわ。でも無理をしてはダメ。旅は長いのだし、いつでも構わないのよ。ってことは、俺もジーニアスもこの旅についていっていいんだな。アナからそのつもりでしょ、しらじらしい。そうだ、要の門ができたから渡してくよ。もう治ったの？ありがとうロイド。これがエクスフィア。使い方はジーニアスに聞いてくれ。決まれ！
人剣弱っちいな。それじゃダメだね。容赦はしなくていい。魔神剣瞬人剣逃げなさよ。もらう瞬人剣もらう。決まれオンブラ。大丈夫瞬人剣ウィンドカット。まだまだいけるぜ。加減砂漠には飽き飽きだぜ。では村に帰るか。そんなのできるわけないだろう。俺追放されてるんだから。ならばそのことを忘れて観光気分で物を言うのはやめるのだな。悪かったよ。切り崩せ。決め。オンブラカッド。ワンドエイド。タッタッタッ。固め。ダイヤモンド。ダイヤモンド。オース。タッタッタッ。魔人剣。タッタッタッ。魔人剣。トレッド。指を知るな。アスコ流。タッタッタッ。大丈夫。ワンドエイド。タッタッタッ。決め。ダイヤモンド。タッタッタッ。指を知るな。魔人剣。アスコ流。一気に切り崩せ。タッ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 
知れなくてよ。みんな気をつけて。ロイドってすぐ狙われるんだね。俺のせいかよ。でも本当にうかうかできないな。俺はいいけど、コレッタと先生は気をつけろよ。うん、そうだね。あれ、ええ、気をつけるわ。世界救済の旅を行っている一行には見えんな。まだロイドとジーニアスのこと認めていないのかしら。世界の運命を担うには心も若すぎる。彼らに救済の旅の責任を負い切れるかな。私もエルフとはいえ小さな村の教師、あなたはお金で働く傭兵。そういう意味では私たちも世界救済という大業は荷が勝ちすぎているのではなくて確かにな。知れたな。
無理をするな。アスペリュータハッタ、それハッタ、魔人剣先人剣ハッタ、オーバーダメレイトラスカハッテヤグリスマートエイド魔人剣よーし、終わり。みんな、怪我には気をつけてね。魔人剣ファーストエイド魔人剣まだまだいけるぜ。ねえ、クラトス。どうした？あなたはどうしてコレットの護衛を引き受けたの？私は傭兵だからな。それで食っている。つまり仕事だからってこと？ああ、そうだ。本当にそれだけ？それだけだ。何してるんだ？シルバラントのみんなが無事でありますようにって。そうか。ずっとやってきた習慣みたいなものだから、やらないと変な感じがするの。豆だな。さすがミコだぜ。
あんたがさっきから少しも水を飲まないんで、ノイシュが心配してるんだよ。私なら大丈夫だ。それよりジーニアスやミコに優先して水を与えろ。私ならさっきたくさんいただきました。僕もいっぱい飲んだよ。だってよ、ノイシュがこんなに心配してるんだ。我慢しないで少しは飲めよ。方向音痴か。何言ってんだよ。森の中で暮らしてたんだ。方向感覚にはちょっと自信があるぜ。それにしてはさっきから旧トリエット跡とは違う方向に進んでいる気がするのだが。え、そうかな。旧トリエット跡はトリエットの南西だ。この季節の太陽の高さからするとこっちか。分かっているのならそちらに向かってもらおうか。この旅は子供の遠足ではないのだからな。分かってるよ。気をつけろ、敵だ。一気に切り崩せ。手まといになりかねんな。
何がだ。いや、とりあえずお前たちは自分の身を守るための技術を学んだ方がいい。それは護身術みたいなものですか。そうだな。戦いの際自らの防御を高める技だ。私が今から見本を見せる。理屈さえ分かれば習得は容易なはずだ。強くなった気がするぜ。早く試してえな。気のせいだと思うけどね。あら、そういえば脳死はどうしたの。本当だ、いなくなってやがる。あいつまた逃げ出しやがったな。魔物に敏感なのだろう。今後も魔物の多そうな場所ではノイシを当てにしない方がいい。かわいそうだ。すごいすごい、やっぱりロイドは強いね。変なことはないよ、コレットのおかげさ。ううん、私は後ろで見てただけだよ。だから安心して戦えるんだ。これからも頼むぜ。